からですか。また止まっちゃうか。まだ6時間ぐらい。ありがとう。今何時間配信してるの。そんなにしてるの。結構してるよ。ずっとしとるの。15時57分からしてる。ちょうど1時間してるわ私。やば、そんなに。私ね、私だけ映って映って、おいでおいで楽しみ。私も配信してたの。うわー、最後に配信してるのにさ、面白い。やっほー、あー、売れちゃうね。お話、今日はリアルお話し会の合間です。手持ちにしよっかな。失礼します。ノーピピは配信せんの。私はノーピもあの人ここ、手持ち楽よ。やっほー。 iPad なの。うん、重いね、大きいね。だよ。タバレコ行ってみて。ノーピピです。やばい。マネージャーさん好きなのピピです。ヤカリンが好きな人、カリン、ヤカリンお好きな、アマキャリンが好きな、私が好きな、ヤカリンも好き、リコちゃんの好きな、ヤカリンも好き。言わせた。リコちゃん、キャちゃんのこと好きだよ。本当、うん、その愛に負けません。私なんですって。それは謎な。で、あ、かわいい。それピエチです。カタです。やばい、手持ちはきつくなってきちゃった。こんなね、六角になる。確かに、めっちゃ下から六角になる。でも可愛い。すごい、こんなさ、何の準備もなく配信始めるの初めてかもしれん。あ、いいね。そう、さっき生誕セレモニーで押していただいて、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。浴衣で生誕セレモニーいいね。そう、嬉しいね。そう、すごい、おめでとうございます。でもありがとうございます。生誕セレモニーって何ですか。あ、そうそうだ、そうなんですよ。明日か。ピエピエワーピー出て欲しかったよ。せっかくのさやかりさんの生誕祭。ありがとう。可愛い。愛が強い。さあ、タブレオさん、結婚はしません。和弘さん、ありがとうございます。ヤンカーさん、結婚はしません。セイコチョーナヤさん、めっちゃ可愛い。ありがとう。え、私ってお話し会何時から？6時から目。6時？和弘さん、結婚はしません。何マー君、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。17時。え、忘れました。40分とかだよね。え、私もでも6時間目。あ、一緒だ。17時40分。一応、うん、浴衣をお見せするだけの時間です、これ。皆さん、今何時ですか？私、今回の浴衣は、あの写真見てね、事前に選んでたんですけど、実物見たら、思ったよりめちゃめちゃ可愛らしい浴衣で、大丈夫かなってなって。大丈夫です。ちょっとしゃがんでやりたいな。ごめんね、ね、ありがとう。ごめんね。え、ごめんね。じゃあそっち移動。あ、いいね。そう。17時9分。めっちゃいいじゃんね。あら、歌子さん、そろそろ私は。私、始めたばっか。確かに。始めたばっか、私。ありがとうございました、生誕セレモニーも。私、ちょっと画角がやばいな。ハワレコ行った話したい。いいよ。え、あの一部始終を話したい、みんなで。うん、あのね、昨日ね、そう、あ、うん、一緒にね、大丈夫。あ、ちょっと価格が、あ、いいね。そう、あ、そっか、あ、積んだ、あ、やる。そう、私たちね、泊まれ子に行ったんですよ。そうなんです。あれあれあれ。そう言ったんです、私たち。で、サイン書いてきて。そうなんですよ。そこまでは良かったよね。そこまでは良かったけど、その回に聞いてくれてる。優しい。
ナーピにこれはちょっと判断してもらおう、この選択が正しかったの、うん、ね、その後プリクラ見つけたんだよ、うん、おお、いいじゃないですか。そう、いいし、撮りたいねってなって、なんだかんだまだ1回も撮ったことなかったから、2人では、うん、一緒にね、プリクラ撮って楽しいとかってやってて、それはめちゃめちゃ楽しくて、もうゲラゲラ笑って、そうそう、揺れてくれて、なんかお洋服とかもね、いっぱいいいなって、うん、ちょっと見たいよねとか言ってたら、気づいたらレッスンの始まること10分前とかね、集合の10分前とかね、そうだよね、10分前とかにやばいってなって、えってなって、まずい、まずいでしょ、これは。やばいですよ。そう。めちゃめちゃ焦って2人で全力ダッシュして。そうなんです。全力ダッシュで。うん、もう、ダッシュって。私も走りたくないとか言ってたけど。一番速いよ。そう。そう。なんだかんだ。めっちゃ体幹いい走りするよ。運動なんかしてた？陸上とかしてた？いや、してない。苦手です、陸上系は。でもちょっと間に合ったよね。え、すごい。え、そう、ギリで間に合った。そう、めっちゃギリギリ、うん、本当に走った。なんかレッスンやるより朝だった。いや、私本当にやばかった。もうストレッチ中とか、うん、マジで、うん、もう髪からレベルに汗かいて、本当に最近で一番疲れました。え、そうだよね。どう思うの、アピ、私たちはさ、どうしたらよかった。間に合ったなら、それは本当に良かったと思うし、タクシーがもし捕まったなら、タクシーっていう手もあったかもしれない。確かに、あったよね、目の前に。タクシーいたんだけど、ケチだったね、私たち。私は本当ね、ケチだった。そう、もう走る、走れって言われて、でも間に合ったので良かった。本当に間に合ったならもうバッチグーです。もう、あ、ありがとう、ありがとう、ノアピの部屋よかったです。一番大人なものです。皆さんもぜひ行ってみてください。行ってみてください。タワレコナピもきっと書いていないと思います。いないんかい。書きたてほやほやのねサインだから、残り画とかあるかも。私も早く書かなきゃ。そうね、行きな、連れてったらよ。あ、なんか連れてったるよ。なんか音なんかいいな。遠慮しますだって。ああ、今もうそうだった。顔に書いてたら遠慮して。そうそう。手がうまい。遠慮してきな。何に開けれた？まだ開けてない。嘘。開けてもらいましたマネージャーさんに。そうなの？開けなかった、うん。自分で開けるの怖くて。怖かった。あの、難しいよね。手汚れるの嫌すぎて。もうなんかもう。お願いしますって言って、現代の子なんだから手は拭けばいいの。手は洗えばいいの。そうですね。でもまじ姑みたいな。今何時なんだろう。今何時ですか。ありがとう、みんな、クマもありがとうございます。今何時だね。あ、なんか来てたよね。え、ねえ、来たらしいね。じゃあ、私だけめっちゃ可愛い、ありがとう。17時14分。じゃあ、私お開きにするね。オッケー。今からマネージャーさんと喋って、皆さんに会いに行きます。じゃあ、待ってます。じゃあ、皆さんありがとうございました。ジョッキーさん、似合う、ありがとう。じゃあ、39から私も1枚かな。ありがとう。会場、え、なんか会場からさ、お届けできて嬉しかった。ありがとうね。ひこちんのワイトさん、ハートありがとう。お疲れさん、めっちゃ可愛い。ありがとう。吉野さん、これはありがとう。やってくれてるな、アピが。ノミオさん、ありがとう、ありがとう。すごい、ノアピさ、大人っぽい浴衣選んでる。いっぱいメンバー出てきてた。なんで、どうやって決めた？決め手は何ですか？決め手は、この金色の蝶々でございます。あー、蝶々か、いいね。次の部行く。そして、星さん、パーパーかわいい、かわいい。ちょっとピンクのバラ、ピンクの花もあるということ。何の花だろう。目移りしたの？ボタン。ボタンか。同じ花？じゃあね、色欲しいね。できないの。
バカさん、ドラマありがとう。一番可愛かった？ね、ちょっと選びます。この後本日しましょう。見逃した。じゃあ39から。後ろさん、広しびけんけんさん、くまけんさん、タゲトラさん、よしくん。確かにどっちも紫系やね。ザジーさん、怖い。この体勢きつい。きついね。ホーリーさん、オレリーさん、キョンさん、やっぱ座ろっかな。ホーさん、いや、きついよね。座ろっかな。マッキョさん、MK さん、そしてスカートも、スーパーモンガさん、ハルルンさん、ありがとう。ダリコシーさん、リーさん、リコチのホワイトさん、ブンちゃん、ラビモチさん、ルキさん、ラデモシさん、おまけん、タユキさん、ナヤトロ、マサさん、ウニさん、イエーイ、お嬢さん、チキンヤロウ、マッツさん、そして本日のキューキューキューは、メロンパンしゃがんで配信してた。いつもはね、メロンパン先生です。ありがとうございました。スタンドがあるんですけど。こんな感じで今日は大阪で直接のお話し会をやっております。第2話、さとみさんでした。え、どうなんだろう、これさ、来てくださってる方とかも見ててくれてるのかな。ありがとう、皆さん。あ、タワレコのサイン、さっき見てきた？6時間も早く会いましょうね。ダントツ1。早い。ありがとう。ありがとう。メロンパンさんです。ハートありがとう。確かにカオスの配信。はぁー。なんか、フリマルおばけさん。私、ラムネ開けたいな。ここで今開けていいのかな。ありがとう。え、皆さん、何味がいいですか？え、私ね、なんか蓋開けたやつがあるんだよね。またね。いいよ、いいよ。私が行くよ。またね。私が行くよ。そんな。どうしよう。一旦待って。ありがとう。え、でも分かりづらい場所に置いてある気がする。何？え、分かりづらいよ、あのね、え、分かりづらいよ、本当に、さん机の上、違う、水とか冷やされてるとこ。分かりました。なんか、え、ちょっとダメじゃない、私も行こっかな。私も行こっかな。すごい、ノアピー、ありがとう、優しい、めっちゃ優しいね。よかったね。さやかてくどうです。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 マーピー優しいね。本当に優しい。マーピーふっかるって。確かに。ふっかるが本当ふっかる。毎日行こうね。行こうね。夜お出かけもしようね。お出かけしよう。え、お買い物行こう。行こう。うん。お買い物ね、できんかったけね、昨日。そうなの。お買い物して、うん、もうちょっとお洋服買ったし、もうなくてさ、うん、服着て外出れん。出ろ。いっぱいあるじゃん。いっぱいあるじゃん。ポーロの服も可愛かった。本当？嬉しい。またさ、なんかどこか遠征してさ、お仕事で、うん、ホテルが一緒やったらさ、うん、配信できるね。ね。その配信依頼じゃない？こうやって写真するの。え、ね、そうだよね。ゆき、嬉しい。ホテルも一緒にやった時ってさ、なんだかんだめっちゃ前じゃない？あれでしょ、東京の時さ。あー、赤坂かいね、あれ。赤坂に泊まったんかいね。そうや、なんか、なんかお願いとしてさ。なんか面白い写真撮ってた気がする。え、確かに。え、すごい。どっちって。こっち。あ、大丈夫？優しい子、ありがとう。え、優しい子、ノアピー、いい子やな。ノアピーを私は走らせています。今もう17時20分か。ありがとうございます。じゃあまたね、皆さん、ありがとうございました。行きます。優しい。じゃあね、バイバイ。バイバイ。さあ、かてくどうでした。バイバイ。チュッチュー。バイバイ。チュッチュー。あ、今から始まります。マネージャーさんがくどうさんに圧をかけて、バイバイ。見て、ラムネめちゃめちゃ夏でしょ。ありがとう。めちゃ夏。バイバイ。バイバイ。またね。やんなん。ラムネ楽しんで。楽しむ。こんなさ、配信始める気がなかったのにさ、始めたの初めてかも。夏祭りなんよね。なんか綿あめとかも差し入れがあった気がする、さっき。さっき生誕セレモニーありがとうございました。
なんかね、生誕セレモニーがあるって聞いたのが今日来てからで、もう何の準備も私してなかったので、どんな感じなんだろうとかもあんま分かってなくて、もうなんだかんだ流されるままに行ったら、そう、皆さんいっぱい待っててくださってて、横断幕もあって、誕生日おめでとうって言われて、え、嬉しかった、ありがとう、ありがとう。そんなさ、なんだろう、配信とかだ、配信とか、まあ、公演とかもまあそうなんですけど、ん？配信とかではさ、こう話してても、実際にさ、こう実際にその場にはさ一人だったりじゃん。だからすごいこう皆さんがバーって言ってくださる中の前で一人で喋るっていうのが本当になく、あんまりないからさ、そうドキドキしたけど同じぐらい嬉しかった。そうね、今日聞いてすぐだったからもうサプライズだったね。そう、なんかね、メガホン使って喋ったんですけど、それも初かもしれん。嬉しかったです。なんかみんなすごい温かい眼差しで私のことを見ててくださって、あ、キーンってはならんかったよ、メガホン。でもね、一番初めはメガホンがもうなんかちょっと多分故障とかしちゃってて喋れなくて声が通らなくてね、焦った。これね、飲みたいけどさ、あのガコンってするやつがない。ガコンってするやつ取ってきていい？もう向こう一瞬で戻ってくる。いけるかな、大丈夫かな。一瞬待っててもらっていいですか？一瞬いいですか？行ってくるね、ちょっと待っててね、ちょっと待っててね。めっちゃ簡易的スタンド私今編み出した。褒めてやっほー、ただいま。あ、ごめん、眩しかったですか？見て見て、そう、ラムネを私は今からこう開けようと思います。対戦よろしくお願いします。え、なんかさ、これをねここでガコンってするらしいんだけどさ、さっきね、挑戦してみたんだけど、いけなくて。
行けなくてさ、そう吹き出し注意だよね。吹き出すかな、吹き出す、絶対に吹き出す。そうガポンってするやつ行くね。振ってから開けるといいらしいわね。それは嘘え、どうやってやるんだろう。手のひらで押し出す。全然いけたいけた。ちょっと初めね吹き出しかけたけど、被害めちゃめちゃ少ない、何の被害もない。ちょっと後で机を拭けば全然 OK。 ラムネです、イエーイ、嬉しい。え、これねなんかいろんな味があってさ、これはねリンゴ味にしました。ちょっと浴衣に合わせてさ、ぶどうにしよう、グレープにしようかなって思ったんだけどさ、嬉しい。さっきね生誕セレモニーの時ね写真も撮ったんですよ、集合写真的なやつとか自撮りでも撮って嬉しいなごめんめっちゃ関係ない話しちゃった。でちょっと今配信を見てくれてるみんなと、みんなと記念に撮ろう。イエーイ乾杯。リンゴのゼリーみたいな味がする。リンゴゼリーです。お祭り感じる、いいね。夏祭り行ったら結構私ラムネ買いがちかもしれん。そう、ほんのりリンゴ、リンゴはね今朝も食べました。私待って、食レポ、食レポはそうですね、夏にぴったりな爽やかなリンゴの香りが鼻を抜け、口の中はシワシワであ、この音がいいよね、ラムネは。多分6時間目がね50分からかな。シュワシュワ、嬉しい。やっぱリアルお話し会はいいですね。あとでビー玉これ取れるかな、どうやって取るんだっけ、取って待って40分からなんだあ、ごめんなさい、40分からか、40分からか。あ、じゃあもう意外と時間がないんだ意外と時間ないんだ。
じゃあもうそろそろ行かなきゃん、私もうそろそろじゃあ今日今来てくださってる方はこの壁の向こう側でまたお会いしましょう。こういう方のメンバーがいっぱいいて良きです。とても来れない方はまたメールとかも送るので待っててください。じゃあそろそろ終わろうかな。すごいさ、合間の時間で合間の時間急遽始めたけどさ、話してくれてありがとう。明日はさ生誕祭なのでよろしくお願いします。頑張ります。楽しみましょう。ありがとう。じゃあね、またまたいつかゲリラでも合間にやるかも。あ、 DMM で見てくださる方もあったよろしくお願いします。ありがとう。ちょっと壇上読ませていただきます。壇上13位なおさん、12位末っ子長男さん、11位ロボリンさん、10位鳥さんさん、9位山井さん、8位マー君、7位あちこさん、6位かずささん、5位みさきさん、4位つなまよさん、3位おつかれさん、2位ゆずきちさん、そして1位しょういちさんです。ありがとうございました。明日小記事の方はカランコロンさんです。カランコロン、カランコロン、ありがとう。じゃあ皆さんも土曜日も楽しみましょう。ということでバイバイありがとうね、話してくれて。よかったでした。またね、後ほど。